マジでタックンしか立たんな。立たんな、マジで。マジでかっこいい。てか、奈良っていつから好きになったんだっけ？3ヶ月前かな。3ヶ月？うん。新規なんだ。結構最近だね。まあ、そうだね。私、6年前から。ずっと好きで、チェキとかも100枚ぐらい撮ってるし、新規か、これから知っていく感じだね、たっくん。でもたっくん前の方が良かったね、やっぱり。前？夜空に身を任せてのミュージックビデオのたっくんマジでかっこいいよ。あ、この髪型。身を任せてっていつのやつ？3年前。3年前。あ、ごめん、3ヶ月前だよね、好きになったの。え、なんかごめんね。あ、そうだよね、知らないもんね、あなたのタック見たかった。あ、そっかそっか、知らないもんね。うん、いやー、マジで可愛かったよ、あれは。ごめんね、なんか知らないのに。全然全然ごめん、なんか全然ごめん。全然あー、登録緊張するね。あ、そうだ、登録発表か。そう、やばいやばい、メール来るかな。そろそろだよね。そろそろじゃない。やばい。え、まだ行ったことないんだっけ、ライブ。まだ行ったことないの、初なの。あ、メール来た、メール来た。どう？当たった、やばい、やった、ありがとう。当たった。え、今はもう来てるんじゃない？いつも当たってると思う。めっちゃ面白い。見て、めっちゃ楽しみ。やった、当たってる。いつも当たってるし。多分これお席がご用意できませんでした。多分間違えてんじゃないこれ。え、でもそんなことないよね。え、もしかして外れた？いや、そんなこと。なんかごめんね、新規のライブ行けちゃって。ごめんね、ホルカボなのに行けなくて。なんかごめんね。ごめんね、グッズだけ買って帰ろうか。なんかごめんね。ごめんね。ちょっと言ってくる。これ間違いだと思う。私すごい見ついてるから。どう見てもやっぱりね、絶対間違いとかないから、絶対。そう、お席がご用意できませんって書いてあるから。いやいや、これ間違いで多分。そんまーい。いや、多分運営が間違えてる。次だね、次、せっかくの生誕だったのにね。